あ、骨の、ちょっと強度のだけだ、あれ、なんだ、遠く行っちゃった。あれ、俺のなんで映んねえで。骨折の手前ぐらい。手前、ああ、うん。だから、やっぱりこういう運動を避けて、うん、安静か。うん、こういう形で。湿布はね、オンとレーとあるんだけど、どっち なんだこれ。レーの方が。この場合は。うん、わかりました。だからこういう運動をやめてください。はい、山田さんこっち持ってきて。海斗なんか釣っといた方が動かさなくていいのかな。釣るとこれ動かんで、この横に。ああ、これが脇が離さないように。これやらんとまずいですよ。こうやっちゃうと。これはいい。これやるようにこう横に。すげえ気象が見にくい。これ動画で撮ったら面白いな。今動画で撮ってます。本当に？サランパスね。それは電池がね、電池が。最初はね、5日ぐらい前からずっと痛かったのが、1回目は消えたんだけど、なんか効く感じ、結構張ってるのかな。これ面白い。これ帯状疱疹のやっちゃうな、だけ。帯状疱疹。棚をね、ちょっと釣ったりしたらいい。これは何、クラッチかなんか使ってんの？クラッチ。原因が分かるわと。原因が分からずに。これポパイとオリーブ乗せれば面白いな。普段使わないところを伸ばしたもん。こっちそば持っていてずっと。大丈夫です。ああ、それなら。ピリッとしたね、痛みが。そうじゃない。それ帯状疱疹。帯状疱疹の場合。その後に足のおかしな言ってるとブツブツが出てくる。それは全然違う。まあ最初は筋肉かなんとか言われてて、そのうちに。ブツブツできて、あ、なんだっていうことが言うから俺一回帯状疱疹になったよ。ね、最初ここであんだけ大きい音するとそばじゃ映画見せない。何分だっけ、何分だっけ、パワーが上がるよね。先頭とおならしたらどうかな。あ、出てきた出てきた。あ、とおならしてか。あ、丸めるのかな。多少丸めたんだろうな。丸めた。全然してきた。全然してない。